結局遅くなっちゃいましたね。10時、10時ですね、今ね。起きたの。昨日もなんかいろいろ書き出しミスとかあって、大変だったんですけど。とりあえず起きました。曇りですね、今日は。朝食はコーヒーと、家族が、福島のパン屋で買ってきてくれた、なんか、ロングパンみたいなやつです。よし、よかった。2時間半。書き出されてました。とりあえず時間かかると思うのでアップロードしておきます。この Mac 初期化しちゃいたいと思って、それをそのメイン用に動画を撮るように今セットアップして、いざやろうと思ってたんですけど、アップロードがまだ終わってませんでしたね。あと40分くらいかかるみたいです。ちょっと他のことやります。あと19分。長いっすね。せっかくなんで枕カバーとか、このシーツとか洗いたいと思います。このモフモフとマイクロファイバーの布と、あと一応これマウスパッドもね、洗濯に出しました。やっぱもう、中学生帰ってるから、多分終わりなんですね。どこも。もう今日、もう今週でも、多分、どこの学校も終わるんですかね。あと10分。ずいぶんアップロード時間かかりますよ、これ。よし。終わったか。終わりましたね。はい、ということでもうですね、Mac の、初期化をやってしまっています。今はね、動画撮りながらやってましたけど、これメインにね、アップするのでぜひね、ご視聴ください。もう、完全に、Mac の、この Mac の中のハードディスクをまっさらにして、新しくこう、OS を入れ直してるっていうところです。もう、中の OS まで、なくしてしまったので、もう OS から1からダウンロードして、OS をインストールして、で、そっからもう除菌設定から始めてっていう、もう本当にね、中身は新品同様の、工場出荷時の状態に、戻すっていう感じになります。で、データはもうほぼ、SSD の方に入ってるので、バックアップはしてあると同点っていう、感じになってます。で、まだね、そのもう本当に容量がなさすぎて、OS のアップデートさえできなかったので、今ね、最新の OS リリースされてるのは、MacOS Big Sur っていう OS ですけど、それもまだインストールできてないので、まだカタリナです。リリースされても半年ぐらいね、ビッグサム経ってますので、早くね、やんないと、ちょっとセキュリティ性とかもね、カタリナなども下がってきてるのかちょっとわかんないですけど、早くね、最新 OS にしたいってのがあって、でも今一応ダウンロードするのは、カタリナです。これ今ちょっとね、20分ちょっとかかるみたいなので、この間にね、昼飯を食べたいと思います。昨日ね、実はなんか昼飯に食べてほしいって言われたパンがあって、でもそれ忘れてたんですよね。それあるのかな？どうだろう、家族が食べたのかわかんないですけども、ないか？おい、別のもの食べていいかな？別のもの食べます。どうしようか。やべ、なんか引っかかった。今日は久々にパスタでも食べようかなと思います。やべ、くっついた。今日の昼食は2色パスタです。このね、同じ味がね、2食分なかったから、バジルと明太子で、こんな感じ。
よし、これも食べます。鴨。鴨だしそば。やばい。マックのいろいろ設定に夢中になって、洗濯してたの忘れてた。多分できてますよ。わお。なんか40分ぐらい終わるって言ったのに、もう3時間ぐらい放置しちゃった気がする。あ、もう少しでも脱水かけようかな、せっかくだから。脱水かけます。あ、いい感じに乾いてますね。乾いてはないけど、洗濯されてますね。ちょっと脱水だけ。よし、とりあえず乾かしておきます。さあ、ちょっとアップデート中にコーヒー休憩です。キャラメルコーン。まだまだかかりそうですね。もうですが、まあ、順調にいってます。なんかめっちゃ綺麗ですね。なんかすごい色してる、空が。すごっ。なんかいいっすね。久々に屋上来てみました。あ、なんかめっちゃ綺麗ですね、今日。めっちゃ綺麗なんですけど。おお、すごい。なんかすごい綺麗。おお、なんかグラディエーションが綺麗ですよ。またラブパワーのやつ売り切れだ。LG 安いな。相変わらず LG って安いですよね。43型すごいな、これ。はい、チャリーズで夕飯。本日のコーヒーグランドとパンのカフェ、客はいないんでね、いいですね。結構今日空いてます。さあ、ということで、もう9時半ぐらいなんで帰ります。電気消えてる。はい、じゃあこれ食べます。豚汁とカニ飯。